はい、火曜日21時になりました。ジャストタップアウトという名のラジオ、今週も行ってみたいと思います。ジャストタップアウト代表高見忍です。噛んじゃったそして、ジャストタップアウトのプロレスラーのカノンです。よろしくお願いします。そしてね、ついに初登場の、見てください、このデカさ、デカい男。じゃあ自己紹介してみようか。同じくジャストタップアウト所属の綾部蓮と申します。よろしくお願いします。見てください、この大きさ。カノンもね、180センチあるのですが、ドンとでかい。はい、何メーター？3メーター？4メーター？2ですね。高い数字言ったんですか？なんと2メーターのプロレスラー、綾部蓮なんですけども、まあ今までね、なかなかタイミングが合わなくてスタジオ来ることなかったんですけど、今日初登場ということで、あまりね、喋らない人間で、あんま喋らないけど、今日はね、ガンガン喋ってもらおうかなと、せっかくの初登場なんで。で、蓮は出ないのって声もちらほら、あったりなかったりなかったりだったんでね。やっと出れたということで。やっぱリング上の綾部蓮を見てる人はいるかもしれないけど、なかなかね、普段の姿、どんな人間なのか知らない人たくさんいると思うんですし、今回、それを知っていただいてですね、はい、興味持ってもらって会場に来てもらえればと思いますが、でまず、先日5月16、王子大会が、開催されまして、この、ね、緊急事態宣言の中ね、いろんなものをクリアしてなんとか大会を開催し、まあ、おかげさまで、まあ、コロナ仕様ながらお客さんもまあまあ入ってですね、大盛況と言える内容だったんじゃないでしょうか。で4月のね、新競馬大会でちょっと負傷して欠場していたカノンが、はい、その王子で復活をしたということで、約1ヶ月ぶり？そうですね、1ヶ月ぶり。ちょうど1ヶ月ぶりにね、1ヶ月、膝の靭帯ですね。膝を痛めて欠場していたカノンがね、1ヶ月ぶりに復活。で、まあ、復帰戦は若手のね、関谷と対戦したわけですが、はい、でその復帰戦を振り返って、どうでしょうか、はい、そうですね、まあ、やっぱり、プロレスラーなんで試合ができるってことがすごい嬉しかったし、やっぱお客さんの前で試合するってこんなに気持ちいいんだなって思いましたね、はい。まあまだデビューして5戦目ぐらいかな、4戦目か5戦目ぐらいですね。4戦5戦しかしてない関谷相手に、まあね、関谷もね、体はまだまだだけども、技術がどんどんね、向上してきたんで、なかなか予想したより好試合そうですね、なったなっていう印象だったんだけども、はい、まあ、カノンから見て関谷はどうだったか。そうですね、やっぱりなんか前回の試合何戦か見てて、うん、なんかちょっとパッとしないなみたいな、うん、なんかちょっとなんか練習やっぱり結構一緒にやってるんですけど、うん、練習の力全然出せてないのみたいな感じはしてたんですけど、まあ、自分とやった時に少しこう実力出してきてたんで、うん、まあなんかこうその王子に向けて少し練習したのかなって、ちょっと、うん、まあ、成長がすごく見れてよかったかなと思います。まあね、事前にツイッターとかではね、意気込んでたからね、はい、膝を怪我してんならもうそこ攻めて勝つみたいなことしてるね、はい、まあ非常にそういうね、威勢の良さはね、若さの勢いがあっていいんじゃないかとは思いますが、いいですね、はい、まあ、最後はね、カノンの必殺、一撃必殺のダブルアームスープレックス一発で、はい、見事なワンツースリー、会心の一撃だったね、あれね。そうですね、うん、でコブラツイストも出して、はい、で、カノンは次回大会5月29後楽園ではグレートの渡辺聡真選手と対戦、一騎打ち。まあ、ここまでね、はい、去年の暮れからちょっと火がついて、今年の2月3月と3月4月、まあ、グレートとの対抗戦を数試合やってきましたが、今のところね、我々全敗ですね。できてのシングル対決、はい、ここも負けたらね、ちょっとね、やばいよね。やばいですね、ここで負けたらもう、まあ、やっぱり JTO の、うん、やっぱ威信に関わるかなって、うん、すごく思ってるんで。ただ渡辺聡真選手は先日和也氏と組んで、はい、ヒートアップでタッグチャンピオンになったばかりっていうね、はい、そうなんですよね。まあ、今勢いのあるグレートで、さらにそのね、他団体のベルトも取って、はい、勢いに乗りまくる選手との一騎打ち、はい、ここはやっぱね、対抗戦だからね、負けたらやばい、当たり前だけど負けたらやばい。ただ逆に言えば、今話題のグレートの選手に勝つと、
大きいと思うんでね。そうですね、後楽園っていう舞台でやっぱり、ね、今までね負けて悔しい思いを散々してきたんで、はい、それをカノンがガンと取り返してくれることを期待したいんだけども、はい、あのその試合に関しては何か秘策対策、うん、思いはある？まあ、もちろんやっぱ思いはあるんですけど、うん、やっぱこう対抗戦っていうことで、うん、なんかこう団体背負ってるって感じがやっぱり今一番こうプレッシャーとしてかかってる状態で非常に燃えてますね、はい、まあ、もうで JTO ランキングもカノン2位なわけだから ね、はい、2位のカノンが負けたらなんだよ2位の人間こんなもんかと、はい、レンもタッグで6人タッグでグレートとやってんだよな。 3月の後楽園も4月新木場もどっちも自分は、そうか、はい、そうかどっちもやってんだよな、はい、で3月はイーグルがやられたけど4月はレンが直接やられちゃってるんだよな、はい、あここもねこのまま終わらせられない部分あると思うんで、あの、はい、伊藤選手とのぶつかり合いはすごかったから、はい、まあでも身長ではねはるかに上回ってるけどその身長差をものともせずあの打撃と投げ技、そうですね、この2メーターのレンがねぶん投げられてたんでねすごいパワーだなと、しかもあの蹴り、はい、すごい蹴りだったなと。ただ負けじとレンも、ね、ドロップキックとかやり返してったんでね、ここも個人的にはねシングル見たいなって、まあ、レンもやりたいだろうしね、やりたいですね。まあここでカノンが勝てば、はい、また先に進めると思うんでね、その先にまた何か、はい、対抗戦の続きがあるんじゃないかなと思っておりますが、で綾部レンは必要と喧嘩を織りまくっている竹倉龍也、はい、竹倉龍也にねいつからだあれは、きっかけはいつだ、きっかけは4月の新木場で、あ新木場からか、はい、新木場で当たってなんか激しくぶつかり合って試合後物足りねえよと、試合後にレンドライバーかましたんだよな、はい、うん、そこが火種になって、シングルマッチを横浜でやって、はい、ただやり足りねえよと、やり足りねえよって言葉で龍也もじゃあいつでもどんなルールでもやってやるよってことでまた後楽園ホールで組まれたわけで、まあ龍也曰くなんで蓮の言うことはこんなすぐ通るんだみたいなねことを言っておりましたが、まあ単純にやっぱりねこの186センチ120キロの竹倉龍也と2メーター100何キロ10キロぐらい110ですね、うん、2メーター110キロの綾部蓮、この人間離れしたね体格の持ち主、やっぱプロレスの醍醐味って言ったらねでかい男がぶつかり合う殴り合う蹴飛ばすぶん投げる、それだと思うんですね。でなかなかやっぱすね最近のプロレスで、まあ私もそうですけども小型化してる中で186センチと2メーターがねバコバコぶん殴り合うわけですよ。でこの2人はねヘビー級ながら割と動けちゃってドロップキックなんかもできちゃってね、そんな感じなんでねものすごい迫力なんで、もうより多くの方にね見ていただきたいなっていう代表の強い思いがあって後楽園ホールでね再戦を組んだわけですが、で先日の王子大会でもタッグ で、激しく激突したわけですが、その王子がね会場がね非常に小さい、ついでにリングもちょっとその会場に合わせた通常よりちょっと小さめのリングなんですね。なのでそのリングの中でこの2メーターとね186センチがぶつかり合うわけでもリングぶっ壊れんじゃないかというぐらいね激しい戦いだったんですが、まあ試合はイーグルマスクが新たを破って、竹倉イーグル組が勝ったのですが、その試合後ねレンが収まりつかずまた大暴れ、はい、やっぱもうなんかこうな何その、まあ、竹倉に対する竹倉龍也に対する何がレンをそこまで動かすのか、自分的にはその初めて4月新木場で、うん、タッグマッチで当たったのが、うん、その竹倉龍也と対戦 初めてであれが初か、はい、そうか、うん、でそのなんか SNS とかで、うん、竹倉龍也がめちゃめちゃ自分のことをバカにしたようなことをすごい煽ってきて、まあ、それ見てちょっとカチンときて、でもちろん試合でやっぱ意識してしまうんで、
まあ、ヘビー級の先輩っていうのもありますし、うん、なんか武倉龍也をそのタッグマッチでも意識していったんですけど、うん、なんか最初からすごい透かした感じの態度取られて、それもあんだけ煽っといて結局これかいと思って、でもうこれはもう黙らすしかないなと思って、まあ試合負けタッグマッチで負けてしまったっていうのは正直も悔しいところなんですけど、まあそんなのもこの際関係なく武倉龍也潰してやろうっていうので行ったまでですね。まあ、じゃあ試合終わっても収まりつかず、もうとにかく龍也をぶちのめしたいと。はい、なるほど。まあただね、あの龍也もね、独特の挑発してきて、まあそれで多分火つけてる部分があるんだけど、まあそこに見事乗っかった蓮に対して龍也はリング上ではちょっとうまく透かすような感じで、はい、まあ、完全にもうあのね転がされてる感じがするけれども、まあそういうの抜きにしてもね、本当単純にこのでかい男のぶつかり合い、本当プロレスの醍醐味がね味わえるんでね、本当この2人の戦いは何度でも見たいなと。でまああの先日の横浜大会はでジャストタップアウトのランキングマッチ、まあ蓮はまだ、9位、男子では一番下のランキングで武倉が3位という、3位対9位ってねちょっと離れた、ランキングの戦いだったわけですが、まあ残念ながらギブアップを奪われてしまって終わったにもかかわらず、やっぱりまだ物足りないという感じでね、蓮の方から再戦要求、はい、負けてすぐ再戦要求。でも龍也は龍也でね、もういいよ、いつでもどんなんでもやってやるよってことなんでね、組んだんですが、組んだら組んだでなんでそんなすぐ組まれるんだみたいなことでしたけども、はい、まあ鉄は熱いうち打てです。多分ね、なんだかんだ言いながら龍也もこのでかいやつと戦うの大好きなんでね、その手応えは感じてると思うんでね、うん、ただ次のシングルマッチはまあ通常ルールつらあれだけど JTO ルールではなく、ワンツースリーもあるね、ギブアップのみの JTO ルールじゃないルールなんでね、もう思う存分蹴る殴る投げるして、ただまあ言っても龍也はね、でかいけど動けるしテクニックがあるんだよな、そこは多分ね誰も分かってると思うけど、だからねあれをぶち破るっていうのは相当大変だと思うね。カノンはそれもう誰よりも知ってると思うんですよ、ね、デビュー戦の相手でもあり、今までね何度もシングルマッチやって勝った負けた繰り返してきたけども、はい、やっぱなんだかんだ言って体パワーだけじゃなくテクニックがあるからな、はい、あの体で、うん、だからこそねちょっと波の実力じゃかなわないよ。だからまあはっきり言ってもう体のデカさでは蓮の方がはるかに上だけど、総合力トータル力ではまあはっきり言って今はもう龍也の方が上だと思うんで、ただそれを蓮がどう覆すか、うん、なんか次の武倉戦で考えてることがあるの？秘策、秘策言ったら秘策なんないけど確かに、うん、秘策というか、まあ、もちろんここでそんな言えないですけど、うん、しっかり頭の中で、まあ、前回横浜で負けてるっていう事実はありますし、 そのまんま行ってもまた同じ結果になってしまうなっていうのは自分でも分かってるんで、頭の中でしっかり考えてるものはあります、うん、はい、じゃあまあ本当ついこの間だから5月3日にシングルマッチ JTO ルールでランキングマッチやって5月29、わずかまあ1ヶ月も経たないうちでの再戦なわけで、でまああの時レンドライバーは決まらなかったけれども、ほぼまあレンのやできることはやり尽くしたと思うんだな。それ以上の何かを、何かがあんの？秘策、何かを聞かない。まあそのそれ以上何かがないと勝てないっていうのは分かってるんで。おう、じゃあ何かがあるんだな。まあそこは含むね。皆さんこの2メーターなんでね、まあ、日頃練習して練習を見てても分かるんですけど、何をやってもすごい技になっちゃうんですよ。それこそボディスラム一発、あるいはねブレーンバスターや普通にやっただけでね、
雪崩式ブレンバスター並みの威力になって、ボディスラムは全てがデッドリードライブになるぐらいの、ね、威力を持ってるんで、何を繰り出すのかで、ドロップキックができるっていうね、うん、身体能力を持ってるんで、もしかしたらムーンサルトとかやっちゃうの？そこは見ていただいて、場外飛ぶの？そこも見ていただいて、ハードルが上がっていくいやでもなんかね、嫌だよね、こんなでかいのが飛んできたら嫌ですね、うん、絶対避けるな、いけますね、うん、無理だな、はい、じゃあまあ当たり前だけど竹倉戦に対して前にはない秘策を用意して、はい、次は勝つと、はい、まあそりゃそうだよ、負けるっていうやつはいないだろうけど、はい、まあただ本当ね、これカノンと一緒だけど、ここで負けてしまったらね、5月だけでシングルで2回負けたことになるから、はい、そうなるともう当分組まれなくなるだろうなと、次いくら吠えても、はい、もうあの JTO ルールでギブアップ取られた上に次ワンツースリーも取られてしまったら、まあしばらくは対戦の機会がないと思うんでね、まあ後楽園ホールのねでかいリングで、前回の OG は小さかったからそこで思う存分暴れてもらって、はい、まあ、とにかくね、まあ、あの俺からすりゃ別に龍也が勝とうが蓮が勝とうがどっちでもいいんだけど、すごい試合をしてほしいね、絶対全7試合あるうちの一番迫力がある試合になるはずだから、はい、もうどっかんどっかん、もうお客さん側も声出しちゃいけないけど、うわーって声が出ちゃうようなね、はい、そんな試合をしてもらいたいなと、本当にリングは壊れるぐらいの、壊れたら困るけども、うん、壊れんばかりの試合をしてもらいたいなという感じですということで、あと今日何にした？5月の17、18ってことは、あと約10日後に迫った、5.29、土曜日12時から後楽園大会ですが、改めて、まあ、じゃあ全カード紹介、先週の時点ではね、全カード出てなかったんで、改めて全カード発表してみたいと思います。じゃあまずポスターからいってみましょうか。いきますよ。ドドン。ドドン。おー、ナイスタイミング。はい、株式会社フォレストコネクションプレゼンツ、5.29 後楽園大会、戦うと書いて戦、戦、まあ、読み方は、ね、人それぞれいと思うんですけど、まあ、戦ということで、じゃあ1試合目からいってみましょうか、1試合目のカードドドン。あ、ドドン、来た、はい、これね、決まったばかりのカードなんですけども、3月の後楽園で共にデビューしたファイヤー勝美関谷が、今回はタッグを組んでね、他団体勢と対戦と。で、先日の横浜大会で初参戦したジョー・アキラ、アルマリブレ、そして初参戦の清水ライト、チームモーション、まあ見ての通りね、この画像を見ただけでね、もういかつい二人対ヤングボーイっていう感じのね、もう本当分かりやすい絵ですけども、まあ言ってもやっぱファイヤー勝美関谷はまだデビューしてここで2ヶ月か、デビュー2ヶ月で10試合もこなしてないね、本当お二人とも二十歳で、もうピチピチの若手タッグが、キャリア何年か分かりませんが、まあそれなりに数年キャリアがあると思われるこのふてぶてしいジョー・アキラと清水ライト、もうね、顔ではね、もうはるかにジョー・アキラ、清水ライトの方が上でしょう。で、私高見しのく先日のね、5月3日そのジョー・アキラ選手が初参戦した横浜でね、初絡みぶつかったんですけどね、この体格からは想像つかない身軽な動き、まあ、いわゆる身軽なデブってやつですね。すごいあのテクニシャンでね、軽快な動きで、翻弄されそうになったわけですが、で、この清水ライト選手はね、わからない。でも、後楽園、初めてっていう。あ、そうなの、はい、あ、じゃあそんなにキャリア、ガツガツ来ると思います。キャリアないの？俺、ちょっと、うん、これ女子プロレスラーのヤコ、たまに、ジャストタップアウトガールズにも出てもらってる、ヤコ選手の旦那さんなわけですね。はい。はい、っていう情報しかありません見たことある？あ、見たことあります。あるの、はい、そうか、すごくパワーのある、うん、パワフルな選手です、ね、ごついよね、ごつくて足がぶっといイメージ、はい、はい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 、すごい力はあるのかなと
まあ年齢いくつなんだろうな、知ってる？年齢はまあ20代だよな。20代です、うん、27、そのぐらいです。まあファイヤーと関谷は20歳、20歳コンビなんです、ね、まあ勝ってるところは若さぐらいだと思うんで、その若さと勢いでこのおそらく第1試合になるであろうこの試合でね、まずこの多団体の、まあファイヤーはねしきりにあの多団体のでかい人とやりたいって言ってたんでね、で第2プレスもね先日参戦したりもしたんでね、あのこれをまた経験して、どん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 でかいやつとの戦いをね経験して、早くそれこそ綾部蓮とか竹倉龍也の戦いにもね輪に入っていけたらなと、まあ、カノンもか、そのジャストタッパーのヘビー級戦線でねやっていける身長を持ってるんでね、頑張ってもらいたいなという感じですが、蓮は関谷とか、はい、ファイヤーとの絡みはあったっけ、ファイヤーと1回組んだだけですね、組んだだけか、どっちも対戦はないです、ね、そうか、はい、まあでもファイヤーと組んでみて、まあ一応レンとレイは2年組で一応同期って扱いになるんだけど、はい、まあだいぶいろいろ離れた同期だからあれだけど、組んでみてどうだった、自分が組んだ時はそのさっきの竹倉龍也との初対戦のタッグマッチで、まあ、そのことで頭いっぱいでファイヤーどころじゃなかったみたいな、まあそうですね、で気づいたらファイヤーがやられてたみたいなまあでもあの時確かファイヤーが2戦目って言ってて、ああそうか2戦目か、はい、でも見てて個人的には2戦目でよくここまでできるなっていうのは思いましたね、はい、あれレンってデビューしたの何月だっけ、去年の9月です、ね、9月か、はい、まあ言ってもレンって、ね、え、じゃあ10、11、12、1、2、3、4、5、8ヶ月か、はい、まあなんだかの人この綾部レンもまだデビュー8ヶ月なんでね、で、リュウに喧嘩を打って、うんうん、すごくそれはね、いいことだと思いますがね、そんな二十歳コンビが後楽園ホール多団体選手相手に第一試合を飾ります。続いてドドン、はい、青いデビュー戦、女子のシングルマッチです、こちらはですね、先日の横浜で初エキシビションをやってですね、この神楽美沙と、エキシビションマッチだった葵が、まあ、5分間のエキシビションマッチだったんですけど、まあ、あのエキシビションは決着がつかない5分間ね、あの決着ついても、そのまま続けるというルールで戦い、5分間戦い抜いて、まあ、物足りないということなんでね、早速デビュー戦でじゃあ蹴りをつけろよということで、このカードになりました。ちなみに先日の王子大会で、まあ、どうしてもあの葵からすればデビュー戦は決まったけれども、やっぱもうちょっと経験積みたいからエキシビションをやりたいですっていう要望があって、誰とやりたい、いや誰でもいいですって言われたんで、誰にしようかな、でもガールズみんな試合あるしな、誰かいないかなと思って、まあでもデビュー直前だしちょっと、うん、なんか仕掛けてみようかなと思って、じゃあ、 あの用意はするからとだけ伝えて、あとはあの当日あの入場するまで誰か分かんなくてもいいか、誰でもいいですっていうんで、エキシビションをやったんですが、まあその相手は私高見氏がしたわけですが、まあ全く、そう、このね対戦カード出てますが、クエスチョンって書いてるんですけどね、これ本当に当日発表というか、本人も入場するまで知らなかったっていうね、感じでやったんですけども、まあ5分間ね普通に戦い抜きましたね、というそれどころか割と攻められてですね、様子見ようと思ったら強烈なチョップが飛んできて吹っ飛ばされて、コーナーに逃げたら思いっきりブーツが顎に入ったりして、なかなか積極的に攻めてきたんでね、非常に期待が持てるなと。ただちょっと思ったのはちょっと線が細すぎる、で力強さがまだないんでね、まあ技のキレとかねスピードはすごいあるんだけれども、やっぱその力パワー不足なところがあったんでね、そこさえ磨けばものすごい化けるんじゃないかなと。身体能力もすごいいいもの持ってるし、身長もねガールズの中で一番高いと思うので、うん、ただやっぱパワーだけがないんで、そこはねこれからつけてもらったらなという感じの葵のデビュー戦が、神楽美沙と対戦になりますが、その神楽美沙もね、ガールズランキング最下位8位だったんですが、先日の王子大会でね、ブラックチャンニータとのランキングマッチに勝利して、一気に何位だっけ、5位6位6位まで跳ね上がって、
あの戦わずして、柳川住香と有利を超えて、ランクアップしてしまったというね、ことが起こりました。その神楽美沙ランキングねアップしたところでね、あのデビューする後輩に負けるわけにはいかないと思うんでね、ちょっと注目のデビュー戦です。続いてドドン、はい、ちょっとにぎやかカラフルな感じがなってきましたが、こちらは女子の6人タッグマッチ、リズム有利、柳川澄香、元年組と2年組が組んで、山形優、矢子、伊奈、まあ、あの多団体の女子ぞろい、まあ、どっちあのどの選手もこの多団体勢はねキャリアがそこそこある選手なんでね、なかなか大変だと思いますが、ここはねやっぱ何かを残してもらいたいなと。うん、あの特に山形はね、ジャストタップアウトのスタイルにすごいハマってて、先日も友香相手にねすごくいいプロレスをしてくれたんで、おそらく今後も継続参戦すると思うので、その中でこのリズムと有利と住処がどう戦うのか、あのカノンは、はい、このガールズの試合とか見たりしてるの？そうですね、一通り全部見るようにはしてます。そうか、はい、じゃあ山形の試合とか見てるなんかおってこう感じるものあるだろう。そうですね、なんか山形さんはなんかもう全てがなんていうんですかね、バランスがめちゃくちゃいいですね。なんかスピードだったりとか、うん、パワーだったりとか、うん、こう力強さ表現だったりとか、うん、なんか全部どれとっても、うん、なんかこう今の多分 JTO の女子にはないものを持ってるなっていう、まあ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけど、うん、その先輩だからっていうのもあるんですけど、なんだろう、なんかどことってもやっぱり一流って感じがしますね、うん。まああのね、ちゃんとしたテクニックを持ってるんで、はい、まあ、先日の友香とのシングルマッチも非常にいい試合だったんで、これからやればやるほどねすごいレベルアップしてきそうな予感がして、山形自身もねすごい友香のこと褒めてたんで、この先何度も見たいなと思うカードです。レンは女子プロとか全然見てなさそうだよな。そうですね正直だ、はい、誰が誰か分かってないだろう。あのガールズに誰がいるかとか知ってる？いやまあさすがに所属は知ってるか、はい、そうだよ、ね、それ知らなかったらやばいです。そんな感じだよ、ね、はい、まあ連はそれでいい、はい、じゃあ続いてドドン、はい、これはですね、先日の王子大会の結果を経て決まった試合ですが、王子大会はね、竹倉龍也とイーグルマスが組んで、この新田と綾部蓮のタッグマッチだったんですが、まあ、この綾部蓮と竹倉龍也が激しくボコボコぶつかり合う隙に、このイーグルマスクが新田をくるくるくるっと得意のイーグルブレーカーで固めてギブアップ勝ちを奪ったと。これ多分イーグルマスク新田からの初勝利じゃないかな、ね、はい、まあ、何度となくタッグやシングルが戦ってきてはいるんですが、イーグルマスクは一度もね新田には勝ったことがない。ただね、あのいつもやっぱこの軽量級ならではね、すごい身体能力を生かした、テクニックですごい面白い試合をしてくれる2人が、ついに後楽園ホールでランキングマッチとして対戦。現在ねランキング5位の新田、そしてランキング6位のイーグルマスク。これは本当ね、あのイーグルマスクはなんかね、あの新田はインディージュニアチャンピオンなんでね、ベルトも欲しいと、すごい、それもね、あの熱望してたんですが、まあ、ベルトを取るかランキングを取るかで、ランキングマッチを望むという形になってですね、今回はランキングマッチになったわけですが、まあ、これはね、そのもしイーグルマスクが勝てばその先でタイトルマッチがあったりするかもしれないし、とにかくジャストタップアウト軽量級のすごい試合だから、本当竹倉龍也対綾部蓮とは違う、その重みのある試合と、そしてこのスピーディーでテクニック合戦、ものすごいテクニック合戦になると思うので、ね、とても楽しみな試合です。はい、続いてドドン、来ました、ジャストタップアウト対グレート対抗戦、カノン対渡辺相馬。まあこれはね、さっき何度も聞いたようにもう負けられない戦い、はい、対抗戦、団体のね壁を背負ってのね対抗戦なんでね。ただまあさっきも言った通り、渡辺相馬選手は、ヒートアップでタッグチャンピオンになったばかりと、勢いになりまくるグレートに対してカノンがね復帰して、まあまだすぐだけれども、はい、まああの賞賛とか聞くのもあれだけど、まあ勝ちますっていうのは当たり前だと思うけど、はい、なんだろう、
すごいいろんなテクニックプラス飛び技もあるみたいな。そうですね、渡辺選手は、はい、そのカマに持ってないものいっぱいあるんだけど、はい、その辺はまあちゃんと対策はできてる。もちろんですね、やっぱりグレートさん YouTube とかでも試合たくさん上げてるんで、うん、そういうのはちゃんと見るようにはしてますし、うん、やっぱり何ですかね、身長も結構自分と似たぐらいの大きさなんですけど、うん、なんかまあ似たタイプだよな、はい、いろんなもんで。そうなんですね、なんでもうめちゃくちゃ意識してますね今、うん、ただそこにプラスして、はい、田村さんに教わってる UW スタイルまでね、はい、体得してる部分があるんで、そこはカノンにない部分でもあるから、はい、そこがちょっと俺は怖いなと。やっぱね、キックとサブミッションっていうのはね、一発で終わってしまう可能性があるから、まだなんか秘めてる何かを持ってそうな気がしてちょっと怖いなと。で、コーチに風林がついてるわけなんでね、はい、負けてほしくない。これはもう ある意味高見忍対風林の代理戦争みたいなもんなんで、はい、風林には負けたくない、はい、だから是が非でも勝ってください。勝ちます、はい、続いてドドン、はい、セミファイナルに組まれました竹倉龍也対綾部蓮、2度目のシングルマッチ。まあもう説明不要です。とにかくぶつかり合いを見てほしい、うん、もう技とか関係なく、とにかくぶつかり合うだけでね、もうドッカンドッカンくるんでね、うん、まあじゃああえてもう一回聞いとこうか、はい、この試合の抱負を。うん、とにかく竹倉龍也を潰すだけですね。潰す、はい。まあ、横浜で負けてるってのは、うん、まあ、ありますけど、もうそんな関係なしに、うん、もう黙らせてやろうかなって。潰して黙らせると。はい、でその先は、まあ今現在はもう竹倉龍也戦しか頭にないですけど、うん、まあ最近思ってるのは、うん、なんか自分今までの試合振り返った時に、うん、そういえばまだ代表と対戦経験ないなっていうのは。なかったっけ。なんか秋田のイベント試合でタッグマッチで当たったっすけど、当たったんですけど触れてないよ多分。ほとんど触れてない、一切触れてない。ほとんど西村さんとかと思う、はい、うん、あったのイベント試合ありましたね。だから代表と、うん、まあ竹倉龍也戦勝った先で、うん、代表とのシングルっていうのは頭に、シングルでも、うん、こんな2メーターの、ね、やつあんまやったことはなくはないけど。そうか、はい、やだなまあでもね、確かに言われてみればジャストタップアウトのリングでレントはやったことがないので、まあとても新鮮かもしれないんで、まあこの優也戦次第ではもしかしたらもしかするかもしれないし、うん、まあそれはね後楽園次第ということで。続いてドドン、メインイベント、はい、メインイベント、スペシャルタッグマッチ、高見忍稲葉友方対鈴木みのる雫秋。まあこれがね、いち早く4月の後半の新木場大会終わりで決まったわけですが、まあこれは本当稲葉友香のためみたいに思われていると思いますが、まあ、稲葉友香のためってわけだけでもなく、まあ個人的にやっぱりかつてボスと呼んで鈴木軍というグループに一緒にいて、もう5年6年もとか長い間一緒に組んできた、人と、旗揚げ戦でねシングルマッチをやらせてもらってボコボコにされたわけですね。だから私的にも約2年ぶりのね対戦になるわけですが、まあこの2年間が何だったかっていうのをね、ボス鈴木みのにぶつけて打ち取りに行きたいなと思っております。でまあ、稲葉友香はね、この鈴木みのる選手との対戦をずっと熱望しておりましたが、その前にやっぱりね、このクイーン雫秋を倒さなきゃいけない。ただね、今の時点で友香が雫秋と対戦しても勝てないと思って、何かが足りない。その何かは何だって言ったら、そのプロレスのにおけるとてつもない強い人と戦う怖さ、恐怖心、そういうものをねちょっと味わってもらおうと思ってこのカードを組んだんですが、まあ下手すればもしねこれカーンってなって稲葉友香と鈴木みのでスタートしたとする、でパパパパってやってもう関節だと決められて、
高見一郎と静川家が出ないまま終わってしまうなんてこともあるかもしれない。でもやっぱそういうね恐怖心を体験してもらおうと思って、まあ、とにかくね多分鈴木美濃の前に立つってねすごい恐ろしいことだと思うんですよ。ただこの稲葉友香はその2年前の、ジャストタッパーと旗揚げ戦でこの鈴木美濃の前に立ち上がってこう向かってったんですね。結果椅子でボボリされましたけど、はい、まあ、その続きみたいになるとは思いますが、果たしてねどういう風になるのか全くね私自身も予想はできませんが、まあ個人的には鈴木美濃を打ち取りに行きたいなと思っております。やっぱねこの写真見れば分かる通り恐ろしいんですね、うん、ただこのね恐ろしさ恐怖心はね体験すべき。だから俺はそのいずれカノンとか、はい、レンにも体験してもらおうかなと思ってるよ、はい、めちゃくちゃ恐ろしいよ、はい、うん、だって怖いだろ。そうですね、誰もが怖いと思うんだよ。俺も怖いもん、うん、怖かったもん。だけどねそういう人と戦うのもねもう何にも変えられないとてつもない経験値得られると思うから、いずれねみんなに鈴木美濃ワールドを体験してもらおうかなと。絶対ね他ではできない得られない経験値を得られると思うんでね、はい、だから友香にまずそれを経験してもらって、それで潰れるようだったら友香はそこまでの選手だし、で友香はちょうど今日も試合してるんですけども今ねウェーブの、リーグ戦のヤングブロックに参戦していて、まあ、初戦は、勝利で今日も勝利して、まあ、このヤングブロックはね優勝して当たり前だって思ってるん でその次に優勝すれば本戦にも出れるのでね、ちょうどそのヤングブロックの決勝戦がこの後楽園の前日 5.29 ね、わらびの方で、ウェーブの大会で行うのでね、まあ、ヤングブロック軽く優勝して勢いをつけてこの後楽園に来てもらってですね、何かを残してもらいたいなと、か潰されて終わるかは友かしでっていう感じです、以上全7試合後楽園法で組まれておりますがね、おかげさまでスーパーシートリングサイドはもうほぼ完売、あほぼじゃないスーパーシートは完売で、リングサイドもさっき見たらチケットピアとローソンにちょっとだけあってってのをさっきツイートしちゃったんでもうなくなってるかもしれませんが、ただまあ言っても後楽園法なんでね、コロナ仕様でも500人ぐらい入るので指定席の方はまだまだございますのでね、チケットピア、ローソン、あるいは、ファンクラブラインアット、あと各選手のね、チケット用ラインアットの方にね、ご一報いただければチケット購入することができます。オンラインショップでも発売中です。まあこういう状況下ですが、5月29日土曜日の昼間なのでね、時間気にせずに、観戦できると思いますのでね、ぜひ、土曜日、ジャストタップアウトする珍しい土曜日の後楽園大会なので、ご来場いただけたらと思います。とにかく、軽量級のテクニック合戦あり、ヘビー級のどぎついぶつかり合いあり、そして、女子の華やかな試合があったり、若手の試合があったり、対抗戦があったり、そしてプロレス界の王様とクイーンが、ね、メインイベントで大暴れ、それに対抗する空手があると、ね、いろんな図式がね、込められた全7試合となっておりますので、ぜひ皆様5月29日土曜日は、会場にご来場いただけたらと思います。はい、後楽園に関しては言い切りました。で後楽園は5月ですが、もう6月入ったらすぐまた戦いがあります。後楽園終わってすぐ1週間後、6月6日ね、わらびの方で、久々にねまた JTO ハウスとガールズに分かれて試合を行います。こちらはまだねカードが一切出てませんが、まあこの後楽園大会を経て、カードがバンと出ると思いますので、そして6月20日、先日行った王子、ベースメントモンスターで早くも2回目の大会開催ですが、6月は6日と、20日の2大会、それぞれねハウスとガールズ分かれての大会になりますが、ここでいろいろとねこの後楽園から派生した因縁だったり流れがそこで組まれるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ皆様、こちらオンラインショップの方でね現在発売中なのでご購入いただけたらと思います。はい、ということでね、バーッと5月の流れを喋ってまいりましたがね、昨日ですね、ちょっとある本が出版されてですね、メンタルトレーニングの教科書、これなんだろう、緊張しがちな人とか、メンタルが弱い人とかに
ぜひっていう本なんですよ。まあ、なんでこの本が出てきたかと言いますとですね、まあ、この本を書いたね、メンタルトレーナーの石津さん、大のプロレスファンで、この本の出版記念でプロレスやりたいですっていうね、話をもらってですね、ジャストタップアウトが全面協力することになりまして、こちら7月10日の方、神田の方でね、大会が行われるのですが、こちらね、チケットは一般販売がなくて、クラウドファンディングのみとなっていてですね、各 SNS、あと Facebook とかで出てるんですけど、この石津さんのね、Twitter とか見れば出てるんですが、まあいい感じでお客さんも集まり始めているようですが、ここにいるカノンも、レンも、私も、この大会、出ますのでね、ここでしか見れないスペシャルマッチがね、目白押しです。多分カノンの試合なんかはもう、絶対ジャストタップアウトでは配れないような感じの試合になって最初で最後かもしれないですね。うん、間違いない。そういうものプラスいろんなね、そのメンタルトレーニングのね、いろんな石津さんのお話があったり、いろんな催しがごっちゃりと入ってて、いろんな特典もついてますね。興味ある方はぜひね、石津貴代さんのクラウドファンディング検索してみてください。あ、ジャストタップアウトのハッシュタグでも見れるのかな、SNS と Facebook かな、出てますので、ぜひ見ていただけたらと思います。でその絵が7月10日にあるんで、7月はまあ1試合増えたと、はい、7月の日程はまだね正式に発表になってませんが、まあ7月といえばジャストタップアウト旗揚げ月間、7月7日おだったよね、7日です、7月7日、ジャストタップアウトおかげさまで2周年を迎えますね。2周年大会も決まっております。で7月10日がこの神田でのねイベントプロレスがあって、他にもね、7月大会、何個か計画中ですのでね、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらと思います。じゃあそろそろね、あと8分ぐらいになったんでね、そろそろ奴がやってくるんじゃないかなと思いますが、今日は来てないかな？来た！よいしょー！ファイヤー！はい、見せてないですね。ファイヤー！よろしくお願いします。ファイヤー、かつみのファイヤーチューズデーよろしくお願いします。来た来た、今日は何だ。今日も内容は特にないです。内容はないのか。はい、まあファイヤーは、はい、王子で誰だったっけ。王子ですか。後藤弘樹か。はい、はい、じゃないですか。後藤弘樹か。あ、後藤圭介さん。あ、そうか。ね、後藤圭介、熊みたいな選手と対戦して熊に駆られてしまったけども、はい、まあファイヤーが望んでるヘビー級との、ね、ぶつかり合いどうだった。いや、まあ自分がまあ今まで第5戦してきて、うん、で後藤選手が6戦目で、うん、でまあ経験してきたことを出そうと思ったんですけど、うん、やっぱりそこはパワーでねじ伏せられてしまって、うん、でもその試合でもまあ、経験できて成長できた試合ではあったので、まあ、次の後楽園でまた成長できた部分を出していけたら、そして勝ちます、まあ、次の後楽園はまたねお望み通り B 級選手、はい、ジョー・アキラと、はい、清水ライト、はい、まあ、ジョー・アキラはね横浜でちょっと対戦したけども結構ボコボコ、はい、殴られたけど殴り返してたけども、はい、でパートナーは同い年でデビュー戦の相手だった関谷、はい、まあね、すごい信頼できるパートナーだと思うし、はい、やりやすい戦ってよし組んでよしのパートナーだと思うけど、はい、まあこの試合普通にやったらね当然だけどキャリアのある方が勝つだろうとみんな思ってるわけだ、はい、それをどう覆すか、はい、うん、なんかすごいこと言ってみろ。すごいことですか。目が切れてる。もうちょっと目見た方がいい。顔が見えない。正座しろ、正座。はい。すごいこと。うん、まあ自分と関谷は、まあ、同じ技だったとしたら、まあ、うん、ドロップキック持ってるんで、うん、2人で、2人でやっちゃう。ドロップキックして、全部言うよ。相手2人とも場外に吹っ飛ばすぐらい、うん、蹴り飛ばしたいと思います。場外に吹っ飛ばしてもな、どうやって倒すの？リングアウト勝ち、リングアウト勝ちです。しょっぱいなそれ。リングアウト狙いはしょっぱいやつ。なんかもうちょっと気の利いたこと言ってほしかったな。はい、うん、終わり。
終わりです。嘘。え、ファイヤーコーナーこれで終わり。ファイヤーコーナーこれで終わりです。あと5分あるあと5分ある。そうですね、うん、でまあ後楽園について、うん、まあ試合組まれて、うん、まあジョアキラ選手は、うん、この前のにぎわい座で、うん、まあ、代表と組んだにもかかわらず、まあ、負けてしまったんで、うん、まあそこは、まあ、後楽園で借りを返したいなと思いますし、うん、まあ相手2人ともヘビーってことで自分はもう楽しみでしかないんで、うん、あともうタッグが関谷で、うん、自分たち研修生1期組でデビューしたのは自分たち2人だけなんで、まあ、研修生上がりでもすごいんだぞっていうところを見せたいです。おいいこと言ったね。確かに去年10月から始まったね研修生コンビ、はい、で今研修生2期がね頑張っておりますが、まあ、夏にはね第3期研修生も来る予定なのでね、はい、あのどん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 層が厚くなっていくと思うんで、はい、でそう言い忘れてましたけど私ね OG でですねそういえばGバリオンとねキング戦をやったんですね。すっかりその話題を忘れてた、うん、今この傷見て思い出したんだけどまだ傷ついてる。はい、うん、ここにね珍しく傷がついてるんですけどね、なんだろう最後は高道の子らしくないボコボコぶん殴り合うような試合になってしまってですね、まあそれにはいろんな深い理由があるわけですが、まあとにかくね最終的には熱い戦いができたと思うんで、もう20年やってるかとか、ね、ベテランだとかそういうのを抜きにしてぶつかり合えたと思うんでね、ああいう戦いもたまにはいいなと、まあしょっちゅうやってたら体ぶっ壊れそうなんであれですけど、でキングをこれで4回防衛したので、あとまだやってない人間一通りねやりたいなと思ってるんで、まあ、もしかしたらこの後楽園次第では6月の、わらび OG とかでも組まれる可能性はあるわけ で、はい、で7月の後楽園の2周年大会でねやることもあるかもしれないということなんでね、本当この 5.29 後楽園のね内容結果次第でいろんなものが動くと思うんでね、本当生でその目で見て体感していただきたい大会です。まあ、本当ジャストタップアウトのこの今年上半期の総決算みたいな大会になると思いますんでね、はい、ぜひご来場いただける方はね、ぜひ来ていただいてですね、はい、体感してくださいということで、あと3分ぐらいになったんでね、そろそろ締めに入ろうと思いますが、最初にちょっと言い忘れたんであれですけど、この番組は株式会社村上製作所様の提供でお送りさせていただきました。村上製作所様、いつもありがとうございます。ということで、じゃあ、最後ね、じゃあ、一人ずつ、改めて、後楽園の意気込み、あるいはこれからの俺は見ろ、みたいな感じで、カノンから行ってみよう。そうですね。まず、やっぱり対抗戦ということで、まあ、自分、やっぱ他団体との対戦で、あまりいい思い出がないので、ここでもう、もうすぐキャリア2年になるわけなんで、ここでそういう悪い流れを全部払拭して、そして改めて今団体2位っていう実力を見せつけたいなと思ってます。皆さん応援よろしくお願いします。おいいね。じゃあ連行ってみよう。はい、竹倉龍也、まあ、次2回目のシングルで、まあ、今散々すかされたりとか舐めた態度取られたりしてますけど、結果で全部黙らせます、うん、はい、よし、じゃあファイヤー、はい、最後もうそのまま締めてしまえ。あと定番のやつですか。そう、はい、まあ、後楽園自分はタッグマッチで相手2人、うん、でかい相手と選手でかい選手と戦いますが、うん、自分が一番ファイヤーして、うん、大爆発して、うん、勝ちたいと思います、うん、でそしてこれから自分は一番若いですが、ここから着々と上がっていって、うん、ランキングトップになりたいと思います。お止まった。フリーズ、フリーズ、いけますかね。時間まだあるよ。20秒ですかね。まだあるよ。ファイヤーします。ファイヤーして、ファイヤーします。で同期の関谷にも負けない、うん、同期と関谷と切磋琢磨して2人で上に上がっていきたいと思います、うんうん、いくぞ、うん、ファイヤー。おー弱い弱い弱火、弱火だぞ。かなり弱かったぞあれ時間出た。
あ、今日はカウント入った入った。はい。はい、ほら。九、八、七。カウントしながらやめろお前。それはい。さあ行け。行くぞ。ファイヤー。ありがとうございました。相変わらず締まり悪い。